こんにちは、ともです。今日は公園に来ております。撮影に使っているのは α7-4 とレンズは SELP1020G4K60P でピクチャープロファイルは PP4 を使っています。 SELP1020G は APS-C 用のレンズなんですが、前回 α7-4 と組み合わせて 4K24P で撮影したらアクティブモードも安定していてかなり好印象でした。なので今回は映像が滑らかになったりスローモーション映像の素材としても使える 60P で撮影をしてみています。今焦点距離は広角端 10mm なのでスーパー 35mm モードの 1.5 倍とアクティブモードのクロップ 1.15 倍で 17mm くらいの画角になっています。とりあえず直進は相変わらずの滑らかさです。 α7-4 で 4K60p を使うとフルサイズ用レンズでもスーパー 35mm モードで撮影しないといけなかったりするんですが、APS-C 用レンズだとそもそもスーパー 35mm モードが基本なのでなんだかお得感がありますね。実際のところ僕が今使っているフルサイズ用レンズの SELP1635G というレンズは広角端 16mm で 4K60p で撮影しようとすると 1.5 倍で 24mm の画角でしか撮影できませんでした。アクティブモードも加えると換算 28mm くらいということで自撮りなどには厳しい価格になってきます。それに対してこのレンズだと 4K60p でも 17mm の画角で撮影できるので自撮りも問題ないですし歩き撮りの躍動感も出やすいです。 4K60p でしか撮らないという方はフルサイズ用レンズじゃなくてこのレンズを選択肢に入れるのも全然ありだと思います。ここまでひたすら直進だけ撮影してきましたが α7-4 のアクティブモードで旋回をするのが僕は苦手なのでちょっと旋回を試してみたいと思います。いかがでしょうか。広角でブレが目立ちにくいというのもありますが結構滑らかに映せているような気がします。上方向も入れて旋回してみます。いかがでしょうか。結構いい感じかもしれません。今までいろんなレンズで歩き撮りしてますがこんなに旋回が滑らかなレンズは初めてですね。4K60p で画角は超広角、あとレンズ内手ブレ補正もついていないということで滑らかになる条件がバッチリ揃っています。あと僕のカメラの持ち方なんですけど左手でシューティンググリップを握って右手でカメラを握っているのでレンズが重いと重心が前に行ってちょっとブレが起きやすいんですがこのレンズかなり軽量なのでそれも抑えられている感じです。スーパー 35mm モードですが画質の低下は全く感じないですし APS-C 機能 ZV-10 でもうまく使えているのでこのレンズかなりコスパいいですね。 APS-C 用だからと侮るなかれという感じです。以上、今回は α7-4 と SELP1020G で 4K60p アクティブモードの手持ち撮影をしてみました。超広角 17mm と 4K60p のおかげでかなり滑らかな映像が撮れるということが分かりました。開放 F4 ということで明るさはないですが日中の Vlog などにはかなりおすすめできるレンズです。ぜひ機材選びの参考にしてみてください。今回の動画は以上です。この動画が少しでも役に立ったという方は高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。